南雲くんも少しでいいから食べて。ダメなんじゃ、キヨちゃん。わしらはもう。店長、モレノですけど、今日は開けんでええですか？おう。いや、明日も明後日も休みにしとけや。純子、おにぎりくれや。ええよ。昨夜、尾道神海町の岩見造船所に浮上した戦艦は全長300メートルを超えるもので、史上最大と言われた戦艦大和を上回る大きさです。造船所を所有する岩見造船では、この戦艦がいつどのように建造されたのかわからないとし、内部調査チームを結成。しかるべき調査の後、会見を開く予定ですが、その日程は後日改めて通知するとのことで、社内でも混乱が続いている模様です。ユータからの電話だった。ハルカの意識が戻ったそうだ。少しだが口も聞けるようになったらしい。ほんまですか？ほうか、そりゃよかったですの。ハルカちゃんが。キリュウさん、よかった。こんな時にすまないな。何言うとるんですか。謝ることなんて何も。南雲、わしはの兄貴、今自分がどんな気持ちなんかようわからんのじゃ。おやっさんが死に際に言ったことが耳を離れん。本当はお前らに殺されてやりたかった言うて。ほいじゃけど、もしもっと前にわしらの父親殺したんか、おやっさんじゃ言われても、わしはあん人を殺しちゃろうとは思わんかったはずじゃ。なんでわしらおやっさんのことを親の敵じゃ言うて恨めんのじゃろうの。わしもじゃ、かしら。父親が死んだ時、わしはまだ小学生じゃ。その日のこともよう覚えとらん。わしが親父いう言葉で浮かぶんは、広瀬のおやっさんの顔だけじゃ。父親のおらんようになったわしらを、おやっさんはほんまに用してくれた。杯受けて一番嬉しかったんは、堂々とあん人をおやっさんと呼べるようになったことじゃ。お前らと広瀬の親分はそれだけ絆ってやつでつながってたんだ。確かに親分だって初めは罪滅ぼしと思ってお前らの面倒を見てたのかもしれねえ。だが一緒にいた長い時間がそれ以上の気持ちを親分に芽生えさせていた。そうでなきゃあの人はクルスの命令通り戦艦の前でお前たちをさえ殺そうとしたはずだ。俺にはお前らの存在が親分の呪縛を解いたように見えたがな。頭、松永の兄貴。おいじゃ、やっぱりわしらおやっさんのために泣いてええんじゃな。桐生だ。今近くに来てるんですが、会えますかね、四代目。お前、染谷か。ええ、お知らせしときたいことがあるんです。
フェリー乗り場で待ってますから。おい待て。あれが尾道の秘密ってやつですか。恐れ入りましたね。お前一人か。ええ、ご覧の通りですよ。四代目何の用だ。まずはお悔やみ申し上げます。広瀬一家の総長が亡くなられたとか。尾道は大揺れですね。もうお聞きかどうか。ゆうべ来栖武尊も死にました。自殺ってことです。何。まあ自殺と言っているのは岩見恒夫だけですがね。まさか岩見恒夫が実の父親を殺したのか。どうなってる。お知らせしたいことがあると言ったでしょう。そう慌てなくてもお話ししますよ。それじゃあ岩見恒夫も尾道の秘密を知っていた。40年前からです。で、昨夜来栖武尊の口を塞いだことで大道寺から陽明連合会の跡目としてお墨付きをもらった。少し甘く見すぎていました。岩見恒夫は正真正銘の極道です。俺は六代目が不在のうちに素骸を消して登場界のてっぺん取る腹でした。しかし素骸のバックに嫌味がついている以上、思ったほど簡単じゃなさそうですよ。なんでお前はそこまで俺に話す。今度の狙いは何だ。信用できねえとは思いますがね。俺はあんたを岩見恒夫や菅井みてえな連中に殺させたくないんです。大道寺から四代目を消すようあの二人に指示が出されています。尾道の秘密を危険にさらしたあんたを大道寺が許すわけがない。追い先短いことでかえってなりふり構わねえ動きになっているようだ。あなたもそれに広瀬一家も的にかけられてます。なんだと。この町にいる限り陽明連合会はいくらでも兵隊を送り込んできますよ。広島中のヤクザが集まってきます。いくら四代目でも数で攻めてこられりゃなぶり殺しにされるだけだ。あんたにはそんな死に方されたくないんですよ。俺が今ここにいるのも菅井から四代目を殺すように言われてのことです。菅井は岩見恒夫に登場会を丸ごと身売りする気でいます。広島の参加になったら登場会は今とは別物。六代目が無所から出てきてもそのトップの椅子に座り続けようって腹だ。どうしようもねえ小物ですよ、あの菅井ってジジイは。菅井は沢村遥と赤ん坊のことも探しています。しばらくはどこか遠くで一緒に隠れることをお勧めしますよ。染谷、一応礼を言っておく。忘れてもらって結構です。俺が登場会取る時が来たらあんたとは蹴りつけさせてもらいますから。そう長くは待たせませんよ。無事か。なんじゃ兄貴、蘇我血相会で。ママたちは。いや、もう帰りましたけど。そうか、大丈夫だとは思うが一応連絡してやってくれ。少しの間この町を離れてもらった方が良さそうだ。
陽明連合会と東条会が俺たちを的にかけてる。尾道の秘密を暴いたことが大道寺の逆鱗に触れたってことらしい。わかりました。モレドにはわしが電話する。兄貴、客が来よったで。本家の連中じゃまだ大した数じゃなあで。あんなら造船所で懲りたん思っとったが、まだわしらんことなめとるの。いや、グズグズしてるとキリがねえさ。広島中の極道が向かってきてるらしい。おなごらには連絡しときましたけ。安心して使わさい。お前らと一緒なら切り抜けられる。連中にうちの組に手出したことを後悔させてやれ。兄貴、今うちの組って？お前らがどう思ってようが、俺はずっとそのつもりでいた。おっしゃ、やったれ。この喧嘩はおやっさんに捧げるんじゃ。外を見ててくれ。雄太に連絡を取る。雄太に？東条会が遥たちのことも探している。連中は本気だ。警察病院も安全とは言い切れない。田頭、本家の連中が来るかもしれん。外を見張っとれ。兄貴ですか？雄太です。ああ、そっちに異常はねえか？異常ってことはないですけど。ああ、そういや春人が物に捕まらねえで一人で立ったんです。もうすぐ歩き出しそうっす。
そうか。伊達さんはそばにいるか。ええ。ならこう伝えてくれ。また遥かたちをどこか別の安全なところに移動させてほしいと。カムロ町からなるべく遠く、東京からも出た方がいい。そうは言っても警察病院より安全なところって。それに遥かちゃんも意識が戻っただけで体中怪我してますし、今すぐには動かせませんよ。確かにな。分かった。とにかく俺もすぐそっちに向かう。だが伊達さんにはもっと安全な隠れ家を探すように進めてもらってくれ。わかりました。聞いてたな。俺はカムロ町に行く。南雲、お前らはどうする？わしらも行きます。はるかちゃんと坊ちゃんを守らにゃ。おやっさんもそうせい言うとりますけ。わかった。わしらもちいと準備がありますけ。下手すりゃもうこの土地には戻ってこれんようになります。兄貴もやり残しがないようにしといてつかさい。後でアパートの方へお迎えに上がりますわ。なるほどな。これがカムロ町ですか。はあ。タバコはいけんど、タカシラ。よう覚えとけ。わしらの町とは違うんじゃ。行儀をしとけ。のう、兄貴。南雲は二人をセレナに案内してやってくれ。俺はタクシー拾って警察病院へ行く。なんじゃ、桐生の兄貴。わしら東京まで来て留守番ですかい。余計なことを言うな、高志ら。桐生の兄貴はな、これから何年ぶりかで遥ちゃんに会うんじゃ。少しは遠慮せえ。悪いな、南雲。恩に切る。ええんじゃ、戻りは遅くなっても構いませんけ。ごゆっくり。かしこまりました。それでは出発いたします。兄貴。おじさん。あの、俺少し出てますから。いや、いいんだ。お前もいてくれ。お前が目覚ましたら説教してやろうと思ってた。黙って姿消したお前を俺も朝顔の子供たちも死ぬほど心配した。他にも話したいことは山ほどあったはずなんだ。なのによ、こうして生きているお前の顔を見たら、もう何から話していいのか。
分かりゃしね。おじさん、ごめんなさい。秋山、おかえりなさい、キリュウさん。よく無事でしたね。伊達さんたちと一緒に遥ちゃんたちをかくまう場所を探してたんです。急ぎだそうで。どこかいい場所は見つかりそうか。そこそこのところは。相手は陽明連合会と東条会のトップだ。連中の目から完全に遥たちを隠しきりたい。なるほど。それが相手となると少し心もとないかもしれません。逃げる先を点々と変えるべきでしょうね。おじさん。ん？おじさんはまた私のせいで危ない目に遭ってるの？いや、そうじゃない。何にしろいろいろあってな。今狙われてんのは俺だ。俺のせいでお前らを危険に巻き込んじまってる。必ず何とかする。お前やハルト、そしてユータが一緒に暮らせるようにな。え、あ、いや、でもそれはハルカちゃんがもし望むならの話で。ユータ君。え、なんで私がそれを望まないと思うの？いいのか？ねえ、キリュウさん、俺らもしかしてここにいるの邪魔なんじゃありません？あ、本当に出るんですか？冗談ですって。ちょっと兄貴。一本電話をかけてくる。電話ってどちらに？ソミアだ。キリュウだ。ソメア、今話せるか？ええ、四代目は今どちらで？のんびり話してる暇はねえ。湯浴常夫と菅井の居所を教える。あいにく湯浴の居所は分かりません。ただ菅井ならミレニアムタワーです。最上階を事務所にしてますんで。そうか、分かった。待ってください。どういうことです？菅井と会う気ですか？話し合ってどうこうなる状況じゃないでしょう。岩見恒雄は四代目の首を手土産に大道寺を後ろ盾につける気だ。連中にしてみりゃ取引の余地はありません。あんたはせめて大道寺がくたばるまでは逃げの一手です。どうせもう何日も持ちません。俺一人だけなら身を隠すこともできる。だが俺の身内を一人残らず連れて連中から逃げ切ることはできない。だとしたら、四代目、あんたまさか菅井と岩見恒雄を殺す気なんじゃ？驚いたな。堂島の竜は敵が誰だろうが殺しを目的に動く男じゃない。俺はそう聞いていましたよ。勝手に買いかぶるな。なら一つだけ言っておきます。今のミレニアムタワーは菅井の城だ。もし奴のところにたどり着けたとしてもあんた一人だけじゃ全部の逃げ道を防ぎやしない。
逃げられるのがオチです。そうか、分かった。兄貴。ユータ、お前らの助けがいる。え、ミレニアムタワーの巣貝に殴り込みだ。すぐセレナで南雲たちと合流して俺を待て。え、あ、分かりました。お前はハルカたちを頼めるか。それはないでしょう、キリュウさん。ん？カムロ町に戻ってきた堂島の竜が殴り込みしようって時に俺が留守番ですか。ハルカちゃんたちには伊達さんと警察がついてくれます。殴り込みに警察は連れていけないでしょうが、俺はそうじゃない。俺と広瀬一家の連中は菅井たちから的にかけられている。だがお前は今さら水臭いですよ。それに俺はあの菅井ってのが会長代行になってからのカムロ町をずっと間近で見てきたんです。一人で何もできずに下水道に隠れてこの町が荒らされるのをこらえにこらえてきた。今菅井に返しができるってこのチャンスをカムロ町住人代表としては指をくわえて見てるわけにはいかないんですよ。秋山、俺も行きますよ、キリュウさん。まさか俺が役に立たないなんて思ってないでしょうね。100人の味方をつけた気分だ。俺もセレナで待ちます。早く来ないと俺らだけで先に行っちゃいますよ。ああ、ユータを借りていく。あいつの手が必要なんだ。え、必ず無事に返す。俺を信じてくれ。でもそれじゃあおじさんは。俺ももちろん帰ってくる。ハルカ、いい子を産んだな。母親にだ。お前にこんな日が来るのを待ってた。思ったよりだいぶ早かったけどな。私のはるかっていう字とゆうたくんのゆうっていう字、ん？それで春人って読むの。そうか、ゆうたのゆうか。あの、ゆうたくんはいい人だよ。ああ、分かってる。分かってる。本当に？おじさんに殴られたって聞いたけど。ん？ああ、いや、あれはそういうんじゃないんだ。なんていうか。おじさん、We gonna need everything back. 無事に帰ってきてね。お前はもう立派な母親だ。こうやって頭撫でるのもこれで最後にするべきだな。今のゴタゴタにお前たちを巻き込みたくない。俺が絶対にそんなことにはさせない。じゃあな、ハルカ。
ユータに聞きました。登場会の菅井に殴り込みちゃあ言うて。ああ、菅井と話がしたい。だがそれにはお前らの助けが必要なんだ。天下のカムロ町で人暴れじゃ。広島ヤクザの喧嘩、東京もに味わわせちゃいますわ。殴り込み言うたら極度の晴れ舞台じゃ。広瀬のおやすさんにも見せたかったですの。行きましょう兄貴。目的地はミレニアムタワーだ。その最上階に菅井がいる。奴を捕まえるんだ。絶対に逃がさないでくれ。いいな。とお見受けしますが、今日はこちらに一体どんなご用？菅井と話がしたい。だが、お前らの案内は無用だ。そこをどけ！
と。やってやんぞ、キリュウ。ここはわしらで食い止めますけ。キリュウの兄貴たちは先へ。俺らかかってこっかい。片付きましたね。先を急ぎましょう。死ねえ。ユタユタよ。まずは一人。次はどっちだ。動くなユタ。じっとしてろ。すぐに片付ける。少し我慢しろ。秋山、ユータのことを頼めるか。キリュウの兄貴。動くなって。畜生。ユータ。お前に死なれちゃ、ハルカとハルトに合わせる顔がない。お前は生きろ。生きて二人のこと守ってやってくれ。兄貴。秋山、あとは任せたぞ。お気をつけて。
死にません。どれ。
誰だ。あなたがお探しのものですよ、四代目。すごい。こちらいらっしゃることは分かっていました。ですが、私あなたの相手をするほど暇じゃありません。代わりのものに対応させます。代わりのもの？お前はどこにいる。俺がどこにいようが関係ねえだろうが。キリ、てめえはここで死ぬんだ。ゆっくり見物させてもらうぜ。ですよ、四代目。てめえの相手はそこの染谷だ。聞いたぜ、あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すごい。安心してソニアに殺されな。何があったソメヤ。何があったって、イカれちまったんですよ、俺は。
相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。君には無知をくれてやる必要があってな。お前ら清美ママを。岩見、ソメヤにはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だがソメヤはその条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。キリュウさん、あなたがソメヤに殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでにソメヤにとどめを刺してください。何？そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。一つ、四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ、時間切れだ。待て、ソメヤ。あなた、なんじゃこりゃ。清美、あの子には、ヒロミには、俺一度も手を挙げたりなんかしてねえからな。大事にしてきた、本当だ。美しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ、ソメヤさん。何をする気だ。まあ時間切れは時間切れじゃけえの。キヨちゃん、おい、なんならこりゃ。キリュウ
さん。南雲さん。ヒロミを。俺とあいつの娘を。何を言いよるんじゃ。しっかりせ。まだ助かる。娘を頼まれたと言ってくれ。今ここでだ。南雲。分かった。必ずわしが守りきる。安心せ。つまり染谷はその清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあの清美さんが。許せん。こがなことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって人塊になっているのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに。せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の内容もあるんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。キリュウの兄貴の言う通りじゃ。踊れら、わしが戻ってくる前にここを出とけ。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんぞ。わしは秋山、お前にはユータを頼めるか。例の下水道なら東城会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている。伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴。ん。清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないっすからね。動くときは声かけてくださいよ。一つ聞いていいですか、キリュウさん。なんだ。ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、キリュウさんはあいつをどうする気だったんです。よくよく考えたら不思議だったんです。相手は桐生さんたちを殺そうと動いている。その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたら桐生さんは菅井や岩見常を殺そうとしてたんじゃないかって。違いますか。
もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、神室町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げるのはもうやめてくれ。俺は神室町どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見常雄と菅井が神室町にいればもうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこの神室町に刻んできしまったんだ。俺は一度どん底に落ちて神室町に救われた人間です。あんたが帝位を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。桐生の兄貴、他の門はもう出て行った。俺に何か話があるんだろう、南雲。岩見常雄は明日来栖武の葬儀の後造船所に行くはずです。確かか。陽明連合会の二代目襲名じゃ言うて広島に招集がかかってる。いいのに小百合を入れさせたんじゃ。東条会の菅井も来るらしいで。わしは奴らを刺し違えてでも殺す。兄貴もそのつもりなんじゃろ。ああ、ほいじゃが、わしと兄貴だけで十分じゃ。一家の連中も秋山さんもこれ以上巻き込めん。俺もそのつもりだった。どうやら俺とお前で死ぬときは一緒になりそうだな、兄弟。そいつは今日初めて聞くええニュースじゃ。わしはもういつ出てもええですけ。ほいじゃが兄貴はそうもいかんじゃろ。うん。神室町に別れよういう時間はまだあります。わしはセレナの中で待っとりますけ。用が済んだら声かけてつかさい。ほいじゃ。